What up, though? It's your boy, Captain Trips, and you are back for Act 2 of Yakuza Like a Dragon. We started playing this, and I think I put Act 1 out last week. How you guys feeling about it? Let me know how you're liking the content. Do I need to bring in some more personality? Do I need to watch the sound? You let me know how you guys are digging the content. But how everything went down, I don't agree with it. I'm gonna say me. As for me and my house, I'm not taking no charge for nobody, bruh. It's not gonna happen. That's me, though. That's me. So obviously, Ichi's a little bit different, and I hope that plays out for him. Let's just leave it there. So without further ado, let's get into Act 2 of Yakuza Like a Dragon and see what's happening now. All right. She said, not today. Who do you think you're fucking with? What? Nope.元東条会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。 だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうが。なあ、荒川組だよ。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元東条会ってから、どんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。 今なんて言った。ちんけな組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんなちんけな組からも切り捨てられて、かわいそうなやつだな。てめえ、ぶっ殺すぞ。 1年も耐えたのになぜやり返した。全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。
シャバで待ってる組長さんか。はい。あの野郎。Now I gotta say, this is one of the most unexpected parts that I really liked about this game. Oyaji-san が知ったら悲しむだろうな。But look at the bread that bro puts in his mouth. Just look at that bread. 違う。お前のケーキが伸びたことだ。It just looks soft as hell. I don't also recall seeing a video game character eating and it looked realistic. これ以上、信じた人を悲しませるな。1119番手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。背景一番へ。出所するまで書かずに置こうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前のケーキが伸びなければ今頃盛大にいて迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしている。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。一日も早く振り返って俺の前に。 Can we just remark on how long Brad did a bid that he wasn't even responsible for? Can we just pour some out for some loyalty like that? Because I ain't seen it in a long time. And obviously, that loyalty is going to be repaid right now, right? Right? あの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって本当にすみません。お待たせしました。春日一番ただいま帰りました。あれ、 And ain't nobody there for you.You hate to see it, player. Oh, wait. Somebody here for you, bruh. まあ、年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ早く行け。はい、お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。
ああ18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな、春日一番。誰だてめえ。神奈川県警でか。昔はな、今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない、俺はお前に用があってきた。なぜ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな、わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大がと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。神室町生まれの神室町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日次郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日神室署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい、あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんだな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ、俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくれ。はあ、意味がわかんない。け、勝手にしろよ。Now, I don't know what they was doing in 2000 in Japan, but perms was never hitting for dudes, period, let alone in 2000 in Japan. But bro want one, and this is how he gets his signature look. No power to him. Everybody can't be Kiryu, right?なんだよお前その頭。うるせえ、腕の悪い店に当たっちまったんだよ。んなことよりおっさん何なんだ。いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で次は何するんだ。ち、気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森近雄。鈴森、鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。
ああ、そうだ。おう、でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されてむしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した。そんなイカれた奴がやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに。笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、おめえは無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく。本当は誰がやったんだ。俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ。俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。And I'll be damned if just who we wasn't talking about didn't just enter the chat. Boss? Go get your honor, bruh. Oya-san. Arakawa. Nae, omae. Are, Arakawa no Oya-san da yo na?あれ、どことの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出所してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかれってんなら腕ずくで行かせてもらうぜ。やんな加減しねえぜ。よし、行くぞ。おい、わあ、行くせい、これで終わりや。ちょっとしんどいな。とっておきだ。見せてやるよ。これや。ほら、立て直さねえと。とっておきだ。見せてやるよ。ほら、やったるで。ちょっとしんどいな。してただで済むと。まだやんのか。よせ春日、分かった、すまん。そうなんだ。こいつちょっと頭がおかしいんだ。 He's about to enter a fucking gunfight with his bare fist. こいつにはよく言っとく。分かった、すぐに帰る。行ってくれ。くそ、腹
話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。おやつさん、アラガールおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。勝が一番です。どうして18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやつさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやつさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ。そんなはず。そうだ。どうした。おやさんは何しにここに。墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前にいたじゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやっさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たか。やつは鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓は、ありゃ近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の。なんで親さんがそいつの墓参りを。しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ。あのなおっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会。東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。はあ。なんだと。荒川真澄は、やつは今八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行。何言ってんだよ。嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次々に東条会の資金源をピンポイントで潰して回った。名付けて神室町三K作戦。産経作戦。ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで産経だ。で、警視庁の的確すぎるガサ入れで主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に撃った。なバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後東条会がほとんど壊滅って時に
これ幸いと関西から鬼連合の極道たちが次々とカムロ町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい。なんだと？親さんが近江に寝返る？東条会が壊滅？Hey, here's the part where I have a problem. Bro, you've been in prison for 19 years? Yeah, you can't wrap your head around it. Some shit happened that you don't know. Maybe listen to the guy who knows what the fuck he's talking about. Maybe we could do that. Could we possibly do that? I suggest we do that. よく考えりゃ、さっきのやつは親さんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行きゃ神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいからおとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。あ？はあ？脅しってか。やっと正体を現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったく、つける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。孤独が何だっつんだ。おれバカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。あ、カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。Alright, so I'll say this. We had plenty of chance last act to take some money and get the job he was supposed to. He didn't. This cop is telling him, hey bruh, you might not want to go there. There's nothing there for you. But he's hard headed and he wants to see what he wants to see. So I'm noticing a character flaw here. Let's see if his hard headedness will continue to get him in trouble.カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。
Yo, imagine having to explain selfie sticks to someone. And how much cell phones have advanced in 20 years. And e-cigs, I didn't even think about that. Bro, feel like he in a whole new world. Yeah, I ain't about to DMCA me. Fuck that. So one of the cool things about this is this first person mode. You can go in depth and look at textures, look at things that have a little bit more detail than what we're used to with last gen. And I thought it was a good idea to, let me just give this a whirl, right? Let me try to run through here and see these textures, see these things blowing in the wind, smelling people's hair as I run past them. Look at the police station. I ain't trying to go there. ここだよな。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所？ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ。事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、わかった。ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。この間やっと金貯まってさ。
ばあさんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？ And this is the part of the story where, you know, you find out what happens to everybody who moves away or goes away from home for a period of time. Things change. 荒川組の場所だけ。Not only is the cigarette lady no longer there, but your gang done switched sides, bro. You ain't that dude no more, bro. What do you do? You definitely don't go around pressing for an issue like this, motherfucker. まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ？ああ、いいか。組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ。近江連合？なんやこれ。我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が近江？荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのかい。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけ、新入り。その組長って誰だ？はあ？何言うとんねん。誰なんだ？近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかりせえ、新入り。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何？己さっき荒川組言うだろうが。ああ、言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会？何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか？聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構へんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろ。登場会の虫けらが。 So that's one of my gripes with the series. Not just this game, but whole series. We knew these cats were gonna fight from the jump. Why take so much time talking to get there? I knew I was gonna beat this nigga ass. You knew I was gonna beat this nigga ass. Why'd it take so long to beat this nigga's ass?川の親さんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか？答えろ！せや兄貴、こいつ登場会の残党や。いてない。なんやて、またんかいこら。
Nah, bro, this ain't the same Michio that you know. She don't smoke. She done stopped drinking. She ain't got no bar no more. She ain't falling off the damn chairs. She done got her life together. What the hell is your problem? Shout out to Michio, though, and everybody trying to get right. I definitely understand that struggle. ありがとうよ。あばよ。待って。
And I don't know, maybe it's just me. I thought it was weird when they have voice actors. They don't use them for anything other than grunts, and I have to carry the dialogue forward. Hated it. けど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東条会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。あー、てめえ、なんてことしてくれるんだこれ。よせよ、悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。たく、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りと話すと拉致が開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやっさんに何があったんだ。そういやお前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろ。おやっさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか、それぐらい知ってるさ。伊達に汽車で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああ、でも今どうしてんだろう。死んじまったよ。いつどうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったらなんだって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろ。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって登場会を裏切るなんて。あのな一番、お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ、生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも生粋のな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。
そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。ああ。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え？カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ。俺。いや、知らねえけど。とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープの桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す？いっそ殺してくれ。So I'm going to do a little bit of a favor for us. As we're running through the streets, whether that's Kamurocho, Yokohama, wherever we may be, I'm going to fast forward between that and those moments where they're speaking but not speaking. There's a lot of space that we can just cut through and get to the real shit, if you feel me. You're welcome. これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた足立すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。東上会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな本当に。18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。産経作戦の成果に後押しされて、都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよそんなもん。春日、
俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ、お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてえに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。あたちせんよ、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。はあ、お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて登場会を潰し、神室町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監、俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど、それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは？おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてだよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ああ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報をつかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。見てみろ、あの店。平安楼だ。あの店は。なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ。えらい高えんだぞ。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川のおやっさんが俺を呼んでる。あ、どうした。場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待てって、会合は夜になってからだ。おまけにお前登場会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ、じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ。見たことくらいあんだろ。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。
習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。So I did want to briefly touch on the gear management system. It's very important, a lot more important for this game than there it was for any previous Yakuza game, but we don't have shit right now, so we'll see how that works a little later. But you know what we do have? Items. So let's go get some items before we hit this mission. ありがとうございました。あれ、足立さんどこだ。ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え？もったいない？いつも言ってるだろう。ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい？僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。よ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ Sorry、僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そうかい。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。おお、ちょっと待てよ。電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな。僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか。なーに、お安いご用さ。おお、こら見つけたで。もう逃がさんぞこら。近江連合、こんな時に。あれ、日光方、どない落とし前つける気。 Who are you？ どちらさん。だ、戻れ。わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな。僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし、客も入らん。デッキ代も払えんわ。そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい。売却で買い取れや。わお、ナイスジョーク。それ、近江連合舐めとるか。待てよ。なや。この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやっちゃ。あ、ちょ、待ってください。こいつ、赤スーツのもじゃもじゃ頭や。あ？ほら、兄貴たちが言うてましたや。
搭乗会の残党がおったって。それが赤スーツなもじゃもじゃ頭。この野郎もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんたニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい。なあ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。こっちゃこっちゃ抜かしよっていてまうとこら。やる気だけは十分の。いい加減しねえぜ。俺の番だな。見せてやるよ。こっちを置きな。おら、どわっか。よし、行こう。行くわ。かかってこんかい。おわっ。おら、やっ。おりゃ。おわっ。こりゃ。やっ。おりゃ。これで元通りだ。俺の番だな。見せてやるよ。こっちを置け。ほら、なあ、こりゃ。よし、行くぞ。はっ。俺の番だな。見せてやるよ。こっちを置け。よっしゃ、勝ちだ。痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか。まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね。何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら10万くらいやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス。さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。くそが、それでもほんのじゃ。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。じゃあ早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい。これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだい。ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺したい。おっと、そうなのかい。それはまた。
随分とバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。おい春日、なんだよ今のあいつは。俺の初めてのメール友だよ、足立さん。ああ、そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。ったく。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。おい。おう。おう。マジか。That is the critical question, and at this point, I'm just happy to have another party member. It's been so many times of, damn, am I gonna have some backup in this fight? And he like, no, I can do it all myself. What kind of shit is that, bro? If somebody offering to throw hands with you, accept it. That's what I was taught. ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。
お前、何見てんだよ。何見てんだよ。聞き直させてもらおうか。よし、行くぞ。取っておくか。見せてやるよ。どうするかね。気がするぜ。It's kind of wearing on me having to be active within the combat, even though it's turn-based, right? So for some of these moves, you gotta press the button prompt. For a perfect guard, you gotta press the button at the right time. That keeps you engaged throughout the combat. Feeling that. You already know something about to happen as soon as they let you save. そこから出てきやがって。おい、侵入者だ。捕まえろ。ただじゃ済まない。手加減しねえぜ。俺の番だな。雑魚が。かかってこいや。ほら。
俺の番か。中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだ。屋上に出て様子を見るぞ。And see, this is what I was saying about gear and item management. You throw that shirt on, your defense, your dexterity goes up. That's gonna matter in some of these fights a lot more than it did in Yakuza 1 or 2. You need those stats for these turn-based games.
大丈夫か？大丈夫だ。あの階段を降りりゃ幹部会の会長だ。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。あだつさん、早く行け。俺も必ず追いかける。何者だ？すぐ倒れんじゃねえぞ。しねえぜ。俺の番だな。見せてやるよ。どうしたら赤かってこいよ。ほら。よし、行くぞ。あれ？なめんなよ。行くぞ。Y'all remember this motherfucker here? This was the dude that was trying to cut my finger off before the boss got to the office. Trying to cut my finger off for some stupid shit. Yeah, I got an issue with it, bruh. And I'm glad we can handle it. Right here, right motherfucking now. Bitch.おいおい、やめてくれよ。このご時世、当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一位、たとえ搭乗会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。
絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。随分な言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は俺に。 It's super funny, bro, saying I don't grasp the situation. Important night or not, y'all niggas owe me at least a letter to explain what was going on, to explain the shit that I was gonna see when I got out of prison. That wasn't a surprise to you. And as hard-headed as bruh is, y'all already knew this was gonna be an issue. They already knew. Trust me. They knew.同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭。白黒つけようぜ。やってやるぜ。俺の番だな。見せてやるよ。早く来いよ。I'ma keep it 100. He talking about don't ruin the night for the boss. You don't think all this yelling and kicking shit up and you broke a fucking painting and you trying to stab him with the glass, you don't think that's loud? You don't think that's gonna ruin the night? Motherfucker. And there will be times some shit like that happens. I'm gonna guard. I feel like that's just what works for me. And that wasn't that bad at all. Negated a lot of that. So you gotta use tactics every once in a while. This is Yakuza, but it's still a turn-based game. なった気がするぜ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。イチ、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやつさん、どなたかね。これは失敬。
私宛ての客人です。やっぱり来たか。やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。すまねえな、イチ。死んでくれ。My nigga. All right, first of all, I did a bid for you because you asked me to. You was crying at the table and all that other shit. Then I get out, you're not there for me. I try to come find you. You send dudes to fight me and all kind of stuff. All right, be all that as it may, it might be an understanding, a misunderstanding. For me to get there to the meeting and be like, oh, I knew you was going to show up and then shoot me? That's how we doing it? I don't know about y'all, but that's two strikes, at least with me. So if I was Ichi, next time I see the boss, it's on site. I don't care. I don't care. And we ain't even discovered all the treacherous ways or things that have happened since we've been gone. We know the young master is gone and the boss is a boss of the other clan. What the fuck? So we're gonna figure out what's going on here act by act. Thank you guys for so much for coming through. I really do appreciate it. Go ahead and hit that subscribe button. Definitely still trying to grow this channel, not only here, but on Twitch. Follow me over at Twitch, same username, Captain Trips. And I'll see you guys next time, all right?